で、まあそれなりに、稼がせていただいてますから、まあ、僕の近所のショップのところに、まあ、ちょっと手伝っていただいて、まあ、そういう意味ではゲテモノゲテちゃんを、まあ、メンテ管理チューニングを N ステージというところの渡辺さんにやっていただいて、ここまで持ってきていただいて、僕は自分で来て、こう準備してあるのを乗って走って、乗り終わったらタイヤ交換してもらって、今日が終わったら持って帰ってもらってメンテしてもらってっていう風な、もうブルジョワな状態でやらせてもらってますけども、